新品のノート買って1ページ目は大体みんな綺麗やけど、2ページ目ぐらいからだんだん汚くなっていく。どうもよろしくお願いです。お願いします。はい、今日はコウ君にモニタリングをしていきたいと思います。どんなカップルユーチューバーさんがやってるんですけど、彼氏をずっと無視し続けたらどうなってしまうのか。はい、コウ君とはまあ一緒におるときはまあ、ずっと喋ってるか、一緒になんか面白い動画見るか、なんか暴れたりするかね、よく。まあ無視、一生コウ君を無視し続けたら、コウ君はどうなってしまうのか。まあ怒るのか、ハマってほしそうにするのか、はたまた怒るのか。これ何の真似かわかりますか？コウ君の真似したんですけど、わかる人コメント欄で書いていい？早速見ていきたいと思います。レッツ、無視。はい、とりあえず。コウ君が帰ってくるまで待ちたいと思います。ただいま。もう不機嫌か、お前は。何もつけていい。花粉でさ、ティッシュ配りの人ってさ、その人のカゴ1個しかもらわないんでさ、2個いる思って往復で帰ってきたんだ。行ってもらって帰ってもらったんだ。帰ってもらう時に恥ずかしいから、あのマスク鼻の上ギリギリまでやっつけたんだ。なんでちょっと笑ってんの？なんかちょっと笑ってるやん。あと足が冷たいことぐらいもわかる。お前あれやろ、不機嫌な感じ演じたかったけど、俺のティッシュの話聞いて笑いこらえられるようになったな、お前。どうした赤飯？赤飯やろ。炊いたか？炊いちゃったか今日。ちょっともう話し合わないと解決できん。どうした？マジで。マジでどうした？泣いてんの？くしゃみかい！ややこしい。どうした？マジで。どうした？え、マジどうした？あれ？席切った？なんでマジ、どうしたん？マジで泣いてるやん。首かゆくないのにもう書くんやめて。もうどうした、まずなってきた。もうこのちゃんともう足つけじべたに行かれたもん。びっくりしたいことあんま深刻やないな。おい、どうしたマジで。ほっといた方がいいか、ちょっとしとこうか。謝りたいけどな、なんかあんねやったら。うまい棒食べよ、うまい棒。お前の嫌いな納豆味食べよ。うまい棒の処理に困ってたやろ。毎日1本ずつ食べよ。380日で食べ終わる。もうどうした？ LINE で言っておいで、言いに行くんやったら。どうしたん？言ったら方がスッキリすると言いたくないか？言いにくいやろ。じゃあこれ見て、これで言いたくなるかもしれんから。あのさ、俺今日さ、あのお腹いっぱいでさ、ホック止まらんくてさ、俺はここら辺見といてな。俺今日難波から、俺今日これで帰ってきて。ホックとホックの間30センチ空いてる。しまらんかって30センチ。いや、これめちゃめちゃおもろいやろ。俺めっちゃ笑ったもん、自分で。
よう食べる前は止まったな。これ今30センチ空いてるのに、ホックとホックの間、これめっちゃおもろい。もういいです。見て、これチャックここに下がれ、チャックの可動範囲がもう5センチ、ホック止まる。でもあれね、言いたくなったら言っておいてよ。言いたくなったら言っておいて。ちょっとだけ、お前今動いてたの？トイレ行きたかったやろ、実は。もう何やその動き。言いたくなったら言っておいてよ。 LINE でもいいから。え、分からん。え、彼女が無視し続けたらやん。無視？無視？ああ、二人でつろ。あ、そう。うん。いつも無視なんかせえへんから、なんか嫌なことあったか、涙が焦ってた。途中めっちゃ笑いそうになって、めっちゃ怖いの必死やと思う。いや、お前めっちゃ笑うと思う。いつもさ、お前がしんどい時めっちゃ笑かすやん。意地でも。意地でも笑かすから。うんうん、笑かそうと思って今日も笑かしててんけど、うん、今日ノリ長いよね。いつもやったら笑ってくれて仲良くなるのに、不機嫌な時でも。だから言いにくいことあんのかなと思って。検証結果は、こうくんは、無視し続けたら笑かしてきたり抱きついてきたり怒ったりはしやんけど、もういいわって言って部屋出ていい。いや、一瞬ちょっとなりかけた。出て行ったでした。あまりにも長いからちょっとなりかけたな。はい、どうでしたでしょうか。下手。はい、はい、どうでしたでしょうか。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、青いボタン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、バイビーバイビーバイビー。はい、肌きれい。